吉原亜美さん、実は2年前ぐらいからわりかし運動を続けててね、でそれを今日は久々に動画に撮ってみようということでやってきました。でまずは外見から入りたいのでウェア紹介から。これは本当は水着の上に着るやつで、なんかこうポンチョみたいになってるやつなの。そしてこのピンクはユニクロのミニオンが買ってくれたやつ。これはいくらやったかは覚えてない。でこれはユニクロ、これもユニクロで買ってくれたやつで、エアリズムっていうやつ。ただこれポイントがあってね、私身長が150センチなんです。なのでちょっとこの分かる、見えるかな、余るね長さが。だこれはちょっと長さをね見て買い張った方がいいかなっていう、そんな感じがしてる。であとこのピンクのシューズは通販で買ったの。どこのやつか分からへん、多分これ1280円くらいまずあの外見は揃えたいねんけど、できるだけローコストにしておきたいっていう、そういう感じで、今日のメニューとしてはマンションから伊丹市の小屋池というところが池があって、そこをこうぐるっと一回りしたら6キロだっけ、5キロだっけ、5キロぐらい余るので、だいたい30分から40分ぐらいかけて歩くのね。で待てんの。それプラス近くの氏神さんで当店さんっていうところがあって、本当は神社は朝行った方がいいんだけど夜に行くの。でぐるっと回って帰ってくるっていう、そんなコースです。では行ってみよう。めっちゃしんどい、一気に酸欠やわ、あんまり走られへんねん。でそれをなんかチカチカしてる、あんまり走られへんから走れるようになりたくて3キロぐらい走ったんじゃ今。それをね毎日あっこ走んねん。ちょっとずつ楽勝になっていくでしょ。次のトラップが歩道橋があるんよ。そこを止まらずに登れたら優秀。ちょっとそれまでは体力を温存しないともう登れなくなる。ちょっとゆっくりめに歩いてね。ね。なんか深いここ。見て見て、誰もいない。頑張ったよ。今日もウォーキングエクササイズということで、ポイントはこうこう、わかる？腕をこうこうするのがポイントっていうことをダイエットの先生の広瀬由美子先生から教わりました。それをちょっと意識しながらやってまいりたいと思います。では行ってきます。
何普通撮りな頑張ってるよ。今日はでもちょっと涼しい感じがするからあんまり汗が出ないかもしれない。でも頑張るね。頑張ってるよ。めっちゃ走った。めっちゃ走ったよね、今。500メートルぐらい走ったんじゃん。ちょっと走れるようになってきてんけど、まだまだ辛いわ。この肺活量のなさ。でもだいぶマシになってきてん、これでも。日々成長よ。ああ、しんどい。ああ、しんどい。今日もトラップはクリア。見て、今日は1台。昨日は誰もいなかった。今日は1台。もうここまで来たらあと3分の1なの。ちょっと頑張ろう。今から神社行くね。そうね。今日は多分30度ぐらいな感じで、風も出てるわ、やっぱり。だんだんこうやってさ、夏から秋に変わっていくんやな、ということを実感してるんです、私。そして、秋口ぐらいになったら、あと2キロ痩せてるはず。どうしてもね、外食が増えるのよ、私は。お友達と行ったり。イベントに参加したりとかっていうたびに、ちょっとカロリー高めなご飯が出てくるので、最近は家のご飯はオイシックス。活用しまくりで、オイシックスキャンペーンで申し込みをして、安く手に入れて、いろいろミニオンに作ってもらってるっていう、そんな感じ。もうこれ以上喋られ、息が切れてきた。Day 4、動画を取り出してから4日目になります。やっぱりね、3回目ぐらいにはなんかこうちょっと動画を撮られながら歩くっていうことに慣れてきた私なんです。で、わりかし暑いけど夜になると秋の虫の声とか、あとは風が出てきてたりとかっていう、ちょっと季節の変わり目なんかも感じながら歩いているという私たち。今日はいつもと同じコースで5キロのウォーキングをしてから氏神さんに参って帰ってくると思います。では行ってきます。ちょうど家を出発して約20分で半分ぐらいまでって感じ。ここのグランドはね、こんな感じ。見えるかな？結構広くって、よくなんかサッカーしてたりとか、子供が遊んだりしてる場所なんだけど、私はここに着いたら、走るという、走るという課題が待ってるの。じゃあ、